はい、どうもこちらジンジンです。今日もね、沖縄ジンアートギャラリーから発信しております。で、今回なんですけど、画家、絵描きさん、まあ、アーティストが世の中にプロモーションするときにかなり役に立つアプリ5つ紹介します。結構ね、僕もね、そのプロモーションするためにね、スマホでなんか見せたりするんですよね、絵とかいろいろ、まあ、動画とかね。で、その時にこれどうやって作ってるんですかっていう質問を結構いただいたんで、まとめて今回紹介しますね。めちゃくちゃ便利ですからね、特に最後のアプリ、この最後のアプリがめちゃくちゃ役に立ってね、そのプロモーションするのにかなり便利ですね。便利な世の中になりましたね。まあ、これからサクサクっと全部説明していくんで、最後までご覧ください。どうぞ。はい、まず一つ目のアプリなんですけど、これ結構有名なんで知ってる人もいると思うんで、サクッと説明しますね。ボーンっていうの、これボーンっていうかわかんないんですけど、正しい読み方、正しく読んだらボーンですね。合ってるかどうかわかんないですけど、これ開いてプラスを押して、で、上のオールフォトっていうのを押したら、自分のスマホに入っている写真を選べるんですね。で、まあ、ここでまあ大体適当に選んでみて、で、何するアプリかっていうとね、これ NEXT を押した次の編集画面いきますからね、こういう額に入れた絵を作ってくれるんですよね、いろいろ。で、右の方に行くと、この鍵、鍵はね、課金しないと使えないんですけど、これだけでもね、十分使えます。で、これ、この黒い部分ね、これ長押しするとちょっとした編集ができるんですよ。影つけたり、あとフレームの色を変えたり、こういうね、まあ、これはシンプルに黒でいきますか。で、まあ、ライトとかね、明るさ調整とか、あとこの反射つけるかつけないかみたいな、まあ、これシンプルにこれでいきましょう。で、続いて、まあ、簡単に説明なんで、次カラー、これバックの色ですね。で、まあ、バックの色でだいぶ変わってきますからね。で、さらにこのね、アプリですごいのが、このウォール、壁でね、結構おしゃれな、壁によって全然絵って変わってきますからね。青だったり、オレンジだったり。まあ、僕はこれ、オレンジか、こっちですね。まあ、こういうふうにいろいろ遊びながら選んで、あとね、この最後のシグネチャーというサインなんですけど、入れてね、勝手に入ってくれますからね。で、これであとは保存するっていうだけです。で、あとはなんかこう SNS アップしたり、自分のね、プロモーションのために使ったりしてます。右上のセーブで保存できます。で、続いてなんですけど、フレーム X っていうね、これね、これもちょっとまあ有名っちゃ有名なんですけど、知らない人が結構いたんで紹介します。開くと、まあ、またさっきみたいに写真を選べるんですね。まあ、ここもね、大体なんか適当に選んでみましょうか。で、ここもね、壁とか額とか選ぶんですけど、2個目とかでね、いろいろ、で、3個目とか、まあ、適当に選ぶんですけど、ここまでだとね、さっきのアプリとあんまり変わらないんですけど、このすごいのがね、こういう部屋を選べる、で、イメージをつけれるっていうところがかなりすごいですね。あんで、これ VIP っていうのは、まあ、課金してるやつですね。下のなんか緑のマーク出てるやつは、まあ、でもね、イメージつかむだけならこれで十分、無料の方でね、全然遊べると思うんで試してみてください。で、これ、まあ、真ん中の一番左黒くなってるじゃないですか、下の方のね。で、これ一番右押すと、影をつけれるんですね。まあ、これでなんか曖昧さとか調整してみて、不自然じゃないように影つけてやったり、あとね、この真ん中の星はこの大きさを調整できるんですよ。これで本当の大きさぐらいまで設定して、見てみるのもいいかと思います。僕の場合はこれかな、これか、これですね。で、保存したらスマホに入るっていう感じですね。はい、続いてなんですけど、これも結構有名なんですけど、これ僕かなり使ってます。キャンバーっていうね、右上のこれね、これクリックすると、まあ、これ何に使うアプリかっていうと、こういろいろね、まあ、写真 SNS に投稿するなんかポスターみたいな、そういうデザインがもともとあるんですけど、それを編集して、で、まあ、ネット上にアップできるっていうものなんですけど、
僕が主に使っているのがこの YouTube サムネイルっていうやつですね。これブログでも使ってます。ブログのなんかトップ画面の写真みたいなね。でこれ全てを表示押すといろいろね、もうすでにデザインがあるんですよね。でこの中から今から上げるアップする画像に合うものを選んで、まあ、例えばこれとかね。で、まあ、これなんか十字のやつは多分有料っていうやつなんで課金しないとダメなんですけど、まあ、ここね自分の写真使ったらいいんですよ。ここタップしてこの写真のところね、でプラスで画像で選んで、まあ、何にしようかな、まあ、これでいいか。でちょっと大きくしてね。で右上の3本点あるじゃないですか。これで後ろの方に持っていく写真を。そしたら文字が前に出るんですよ。でこの文字を編集するっていう感じですね。まあなんか適当にこの上の小さい文字をねして、こういう感じで、まあちょっとずらしてね。でちょっとだけペイント倍が左側に寄ってるんで、ここね P の横にスペース入れます。で調整したりしてね、まあ、こんな感じで簡単にねポスター的なサムネイルを作れるんですよね。まあ、これもね触ってみないとちょっとわからない部分とかいっぱいあると思うんで、ぜひね触って遊んでみてください。あとはこの右上から保存するだけですね。で続いてなんですけど、この Photoshop Mix、 これはねたまにしか使わないですね。これ何するアプリかというと、その人を形取って切る、人を形取って切って、それをまた別のさっきのねキャンバーみたいなものに貼り付けてなんかデザイン作るっていう感じなんですけど、これね簡単なんでサクッと説明しますね。これ開くとこのページなんですけど、右上のプラスを押して画像を押して、で iPhone から、僕 iPhone なんで、でまあなんか適当に最近の項目、あこれね最近撮ったんですけど、これね切り抜きましょう。選択して切り抜き、ハサミのマークね、これを押して、で自動ってやったらもうこれで切り取れます。でちょっと気になる人はここね消せるんですよね。基本っていうのを押すとこういうのが出るんですけど、この消しゴムっていうのでサイズ、これタップして引きずったら大小になるんですよ。でこれ調整してで消していくっていう感じですね。気になるところで、まあこれで保存したら、このねバックがない人物だけの切り抜きの画像がゲットできます。で続いてなんですけど、このキャップカットっていう、これね動画編集するアプリなんですけど、無料なんですけど、これものすごいんですよね。今まで今年ね見たアプリの中でかなり使ってますね。一番役立ちます。でこれ開いて、新しいプロジェクト開いて、でさっきね撮った動画ちょっと軽く撮ったんですけどね、これ入れて、まあ普通のね動画編集のアプリと変わらないんですけど、やり方は何がすごいかってね、この文字テロップをね自由なところに入れれるっていうのが強いんですよね。例えばですね、このアプリ5つ紹介しますっていう、あアプリ5つ紹介します、ここね、ここ文字入れたかったらテキスト、左下のテキストを押して、テキストを追加をしてますと。でこれね指ね2本でちっちゃくしたり、もうこれどこにでも置けるんですよ。これがすごいんですよね。今までなかったんですよね、アプリで。大抵場所決まってたりね、まあ課金して有料のものはあったと思うんですけど、無料でこれできるってすごいんですよね。まあ、角度も変えれますしね。あと文字の色なんですけど、このここアプリ紹介しますってこのオレンジのところタップして、で下のスタイルで、この真ん中の T あるじゃないですか、色、これ色なんですよね。これでまあいろいろ調整して、でこのビジネスとかゴシックとかね、いっぱいなんか選べるんですよね、文字の形で。まあこれ適当に選んで、あとは出現場所ですね。便利なアプリ5つっていうところに合わせて、この左、このアプリ5つ紹介します、オレンジのやつの左側をドラッグする、引きずると5つ紹介します、まあ、タイミングよく現れてくれるんですよ。もうちょっと早めの方がいいですね。こんな感じでいろいろ使えるんですよね。他にも B
BGM 入れたりだとか、この写真動画と動画の間をグワッて変えるとかね、いろいろできるのに無料なんですよ。だからこれかなり重宝してますね。で、遊びでね、いつも作ってたり、これ一つあったら、その YouTube とかも全然余裕で撮れますよ、これで。編集できます。まあ、今回サクッと説明したんで、編集の仕方はね、編集の仕方説明すると長くなりすぎるんで、もともと僕が趣味で撮ってた動画、ちょっと参考に見ていってください。はい、というわけで今回5つアプリ紹介したんですけど、皆さんね、知ってるようなアプリ、有名なアプリもあったと思うんですけど、最後のね、このキャップカットっていうのかなり便利なんで、僕もかなり使ってますし、発信においてかなり役立ってますからね。で、これ今ね、動画主流の時代ですからね、どんどん動画の需要伸びていきます。それに向けてこのキャップカットでね、動画編集したり、あとまあサムネイルとか、まあなんやろな、もう写真、綺麗な写真とか使って SNS で発信したりしてプロモーションしてみてください。まあ動画が一番いいと思いますけどね、これからの時代は。で、この5つのアプリあったら全然全部できますからね、あとは自分次第です。というわけで、まあまあ5つ紹介したんですけど、最後にね、ちょっとお知らせというか、まあ報告。このジンアートギャラリー、沖縄ジンアートギャラリーね、移転しようかなと思います。海沿いというか、歩いて海行ける距離ね、ここ那覇にあるんですけど、結構ね遠いんですよね。で、お客さん来てね、ちょっと喋っていろいろまあ話してたら、海行きたいってなってね、みんなでね海行くんですよね。だからまあそれやったら、まあ最初から海近い方がいいかなと思ってね、海の方を移動します。ギャラリーというか、次はもうなんかスタジオ、アトリエみたいな方向にして、で、会うのは海っていう風にしようかなと思います。そっちの方がね、多分僕的にもね、お客さん的にもいいと思うんで、見たいっていう人はそのアトリエ、スタジオに来ていただいたらいいんですけど、それ以外はね、もう海でのんびりお話できればなと思います。それでは今日はこの辺で、バイバーイ。